はい、皆さん、こんにちは。渡辺です。えー、前回までの動画で、えー、グラスマン多様体とか、えー、フラグバラエティというものについて紹介をしました。えー、この講義の目標は、まあ、有利投資対応体、ラショナルホモジーニアスバラエティの分類を述べるというものなんですけれども、えー、一般にですね、ラショナルホモジーニアスバラエティっていうのは、えー、半単純な線形代数群、まあ、セミシンプルなリニアアルジェブレックグループを、そのパラボリックサブグループで えー、割って得られるような対応体となっています。で、えっとこれを分類するためには、G にこの G とか P に付随するですね、リーダ数というものを考えまして、まあそちらの言葉を使って分類を記述します。 ということで、えっ、ー、と、今回からはですね、そのリーダイ数というものについてお話をしたいと思います。で、今回はその初回ということで、えー、リーダイ数の基本的な話をしたいんですけれども、えっ、ー、と、私の YouTube のチャンネルには、えっ、ー、と、このげ、現在のですね、この動画のシリーズだけではなくて、えー、リーダイ数に関する、えー、シリーズもあります。えっ、ー、と、こちらの話っていうのは、特に今日、今日と次回の、えー、いくつかの話については、もう一つの、えっ、ー、と、 リーダー数の動画シリーズの動画の方の最初のところで述べている内容ですので、そちらをもうすでにご覧の方はこちらを見る必要はありません。で、まあ、そちらに書いてあるあのー、話した内容をまあ、簡単にしたものをいくつか、ここで紹介したいと思います。 はい。というわけで、えー、セクション6として、リーダイ数に入りましょう。まずは、リーダイ数って何かっていう話なんですけれども、えー、大雑把に言ってしまえばですね、リーダイ数っていうのは、えーと、ベクトル空間にもう一つ、二項演算、括弧積と呼ばれる演算を入れたものです。で、えー、と具体的に述べますと、デフィニッション6.1で、えーと、リーダイ数の定義が与えられています。えー、ここで、えー、と以下、C ベクタースペースをああ、あのー、扱うんですけれどもし、扱う C ベクタースペースは全て有限次元。 ということに注意してください。はい。で、えっ、ー、と、ゲを C ベクタースペースとしまして、えっ、ー、と、その上に二項演算、ゲイけゲイからゲイの二項演算を考えます。まあ、どういうふうに書くかっていうと、これは XY っていうこのゲのゲのペアに対して、X と Y の硬い格好を対応させるって、まあ、そういう写像だとしましょう。で、えっ、ー、と、 ベクタースペースゲーとこの二項演算、固い括弧ですね。まあ、これのペアが D イ数であるというのは以下の3つの条件を満たすときにそう呼びましょうということで、L1 としましては固い括弧はバイリニア、双線形であると。で、L2 なんですけれども、これは交代性と呼ばれる条件で、ゲイの2のスモ small x に対して、x と x の,かの固い括弧というのは0になる。 でこれなぜ交代性と呼ぶかというと今我々が考えているベクトル空間芸というのが C 上定義されていると、まあ、特に表数が0ということに注意をしますとこの2の芸の 弦 X に対して、ここの X と X の硬い括弧が0になるということと、2の弦の弦 XY に対して、XY の硬い括弧がマイナス Y と X の硬い括弧と、こういう等式が成り立つことと同値になるということがまあ簡単に分かりますで。簡単にわかりますというのは、これは総線形成を用いて、かつ、えー、ベクトル空間、考えてるベクトル空間が対乗、まあ、なんですけれども、特に表数0の対乗であれば、これが同値になります。まあ 対でかつ表数が2でなければこの2つが同値になるということが総、まあ、線形成から従います。ですので、まあ、ここの同値性については、えー、皆さん各自考えてみてください。で、これはですね、えっと、じゃこう、x と y 交換すると、マイナス倍の yx になる、まあ、この条件を、性質をですね、交代性と呼びます。 はい。で、えっ、ー、と、3番目なんですけれども、硬い格好は次のヤコビの高等式と呼ばれるものを満たしますよということで、2のゲイの弦、x、y、z に対して、えー、ここは、えっ、ー、と、x っていうのは芸の弦。さらに y と z も芸の弦で、y と z のゲイの弦に硬い格好を取ると、これは再び芸の弦になります。ですので、x と硬い y と z の括弧まあこれはそれぞれ芸の弦なので、また括弧積を考えることができると。 でえっと、今ですね、えっと、ここに出てくる x と yz っていうのがありますが、これを左側にこう、一番左のものは一番右にという形で、こういうふうに一個ずつずらしていくと、次は y、z、x になって、その次が z、x、y になります。でこのように一つずつずらしていくことによって、3つのパターンが出てきて、それらをすべて足し合わせるとゼロになるという条件を満たすというのが、まあ、ヤコビの高等式と呼ばれる条件です。 で、えっ、ー、と、C ベクタースペースとその上のか、えっ、ー、と、二項演算、硬い格好ですね。これが、えっ、ー、と、リーダイ数っていうのは、ここに今説明した L1、L2、L3 を満たすと、まあ。そういうものをリーダイ数というふうに呼びましょうというわけですね。で、えっ、ー、と、ここで出てきた硬い格好のことを、ゲーの格好席、ブラケットというふうに一般に呼ばれています。 で、えっと、ゲイっていうのはベクトル空間なんですけれども、まあ、ベクトル空間としてのじ次元をですね、リーダイ数の次元といって、ディメンションゲイと、リムゲイというふうに書くというふうにしたいと思います。はい。で、えっと、今まで皆さん、代数形の、例えば、群論、関論とか勉強したと思いますが、その際にですね、群とかアとか定義した後に、部分群とか部分間というのを定義したと思います。で、ここも同様にですね、リーダイ数に対して、部分リーダイ数というのを定義しておきましょう。デフィニッション6.2をご覧ください。 えー、ゲイをリーアルジェブラとしましてそのぶ部分集合波が、えー、とゲイの部分リーダイ数リーサバアルジェブラっていうのは何かっていうとこれはですねえっ、ー、と群論観論の時と同じであれらに対して群に対して例えば部分群っていうのは群、えー、G の部分群 H っていうのは H はまず G の部分集合ですねとでさらにその G の演算を H に制限した時再び群になるようなものこれそれのことを部分群と呼びました。 で、えっと、この前も同様で、ゲーの部分集合はハーであって、そのゲーに入っている演算をハーに制限したときにハーがリーダイ数になると。そういうものを、えー、部分リーダイ数と呼ぼうというわけです。で、それを、えっと、条件で書くと、次の1、2を満た,満たすということで書き換えることができて、すなわち部分リーダイ数っていうのは、まあ、ゲーのベクターサブスペースであると。つまり、ゲーにはリアルテブラですから、えっと、 ベクトル空間として、ベクトルの和とスカラー倍、さらにはリーダー数ということで、格好積がありますので、その格降積って、まあ、この3つの演算が入っています。で、1番目はその最初のベクトル空間の次元、えー、と演算に関して閉じているということで、波がベクターサーブスペースになっているで。さらに2番目の条件としては、格好積も閉じているということで、2の xy という波の原因に対して、x と y の格好積が波になると。 でこの2つの条件を満たすときに、ハー,オーゲーの部分リーダー数というふうに呼ぶことにしましょう。はい。で、えっと、じゃあですね、リーダー数にはどういう例があるかっていうことなんですけど、まずですね、一番簡単な例として、Example6.3 をご覧ください。V をベクタースペースとしまして、その上の括弧積このベクタースペースをなんとかして、リーアルジェブラと見たいわけですけれども、まあ、その時にですね、括弧積を、まあ、あの2の xy という V の原因に対して、常に XY の括弧とというにうに定義すすることにしますそうすると、これ L1、L2、L3 っていうのがもあの満たされるというのは簡単に分かります。ですので、えっと、ベクトル空間に,かにおいて、その括弧積を常に0というふうに定義してしまえば、それによって V っていうのはリアルジェブラになります。で、一般にですね、 えー、リーダイ数ゲーであって2の xy というゲーに対して xy の確保式が0になる、まあ、こういうようなリーアルジェブラのことを果換リーダイ数もしくは自明、えー、なリーダイ数というふうに呼ぶことにしたいと思います。はい。で、えっと、クエスチョン6.4としまして一次元のリーアルジェブラは果敢換であることを示してということこれ簡単ですのでぜひご自身で考えてみてください。はい。 でまた軍論官論に戻ってみると軍官やった時には準同系軍準同系とか官準同系というのをやったと思いますこれは何だったかっていうとそれぞれ与えられた例えば軍の演算とか官の演算というのがあるわけですけれどもそれらを保つような写像のことを準同系写像と言いましたではゲイワンゲイツっていうの今で D アルジェブだとしていますので、まあ、それらの構造を保つような写像を考えましょうとそれを準同系写像と呼びましょうというわけなんですが ゲ A1、ゲイ2はリーアルジェブラですから、和の、えっ、ー、と、ベクトルの和、スカラー、ーさらには括弧積という、この3つの演算が入っています。で、えっ、ー、と、最初の2つに関しては線形写像というのを考えればよくて、その条件が括弧一1にあります。で、括弧ッ2として、えー、これはだからゲイ1、ゲ一1イ2はリーダイ数なので、括弧積を保つという、その演算を保つということで、F の括弧 XY イコール、FX と FY の括弧積と、まあこういうふうに。 なっているまあそういうものを、まあ、リーアルジェブラフォームとホモモルフィズムというふうに呼びましょうというわけです。はい、でさらに純同傾斜像が定義されれば同傾斜像ももちろん定義されるわけですよね。でそれはどうすればいいかっていうとそれは、えっと、逆者像が存在してさらにその逆者像も再び純同、えー、傾斜像にリーアルジェブラフォームになっていると。は、まあ、そういうものです。 で、同型写像がン1イ2の間に存在するときに、ワ1とイ2は同型と言いまして、1ま1、あ、ここに書いてあるような記号で表すことに混合します。はい。で、先ほどですね、えー、とリーダイ数の例として、自、ま、明、あ、な例を出したんですが、まあ、非自明な例として、次の6.6を紹介したいと思います、えー。V を N 次元のベクタースペースとしましょう。で、えっ、ー、と、エンド V というふうに書いたら、これは、 V 上の線形変換全体のナッシュ語で、まあ、こいつはベクトル空間になって、かつ、F と G というエンド V の原に対して、FG の合成マイナス GF の合成。まあ、こういうふうに置くことにしましょう。そうすると、エンド V とこの硬い括弧のペアっていうのはリーアルジェブラになります。で、このリーアルジェブラのことを GLV とか GLNC というふうに書いて、一般線形リーダイ数、ジェネラルリニアリーアルジェブラというふうに呼びます。 はい、この点に関して、えっ、ー、と、先に、えー、動画を上げていたんですが、一般リーダー数というふうに言っていて、まあ、この部分をちょっとここで修正したいと思います。一般線形リーダー数ですね。はい。じゃあ、一般線形リーダー数って何者かっていうのを調べるために、V の規定 E1 から EN を一つ固定しましょう。でそうしますと、次の1対1の対応が定まるということで、エンド V っていうのは、 えと規定 E1 から En に関する F の上限、えー、と表現行列を考えることによって、エンド V と MNC というのが1対1に、ベクトル空間として対応するわけですね。で、今、じゃあ、F と G の表現行列をそれぞれ A、B として、このエンド V の方での括弧積っていうのは F G、F0G-G0F なので、それを見てみると、対応する表現行列は AB-BA になってると、まあ、ただそれだけです。 ですなわちですね、ゲール v っていうのは MNC に交換子摘によってリーアルジェブラの構造を入れたものに他ならないわけですね。で、ゲール n c って言ったら、だから MNC であって、A と B の可顧席は AB-BA で与えられているというわけです。で、えっ、ー、と、GLNC はリアル、あの、これなんでゲールとかいうふうに書くかっていうことなんですが、これは、えっ、ー、と、対応する、まあ、複素リー群というか、えっ、ー、と、あれですね。 えと線形代数群、反対重な線形代数群で対応するものが、このゲー LN の対応するものは GLN っていう、まあ、群なわけですよね。GLN って何だとかっていうと、N 字の正方行列でデタミナントが空でない、まあ、そういうもんでした。で、えっと、だからその GLN って今まで何回もやっているけれども、それのリーダ代ー数っていうのが付随してで,できるんですが、そいつがこのゲー LN に他ならないというわけです。 まあそこについてはここでは証明はしていませんが、まあ、そういう事実があります。はい。で、えっ、ー、と、クエッションとしまして、GLV がリーアルジェブラであることを示せというふうにしておきましょう。で、さらに、最後の、えっ、ー、と、に、もう一つ、あのー、定義なんですけれども、デフィニッション6.8として、GLV のリーサブアルジェブラを線形リーダイ数と呼ぶということで、リニアリーアルジェブラですね。はい。 ということで、えっと、次回の動画からこの線形離ー数の具体例などについて見ていきたいと思います。というわけで、この動画はここまでにしたいと思います。